はい、2021年4月28日ドラクエウォーク、本日はやっときました、待ってましたということで、メガゴールドマンの S の性能を見ていきましょうということで、まあもうね、皆さん知ってるかと思いますけど、とりあえず本日はレベル上げとかいろいろで、覚醒とか含めてね、お忙しいのもありますし、まあこの簡単なネタでちょっと逃げとこうかなって、ほんと組手やりたかったんですけど、あれまだやってないんですけど、時間が全く足りんくて、なんか動画とか見ちゃったんで、一応ある程度の触りは知っとるんですけど、なんかすごい時間かかるみたいなんで、とりあえずちょっと時間のある時にやろうかなということで、まあ本日はね、ちょっとこんな簡単なネタに逃げようというところで、とりあえず特殊効果の方を見てみましょうということで、性能の捨てはいいんですけど、これでかいよね、20% でね。もう一応私、とりあえず怖いんで鍵かけて、つけとるんですけど、ただこれ問題なのが何、フィールドの通常戦闘で A で 5%、まあこれでもまあまあまあつけてないよりはってことですよね。だいたい私、1時間の普通練習会とか、その定点の匂い袋とか、それからウォークモードとかで行くと、10万ぐらいを目安にしとるんですかね。匂い袋だけでも。計算がめんどくさいからね、ザクッとね。10章だと多分もうちょい増えとるんじゃないかなと思いますかね。細かい数字に関しては、まあ、とりあえずめんどくさいんで抜きにして、まあ、ザクッと10万ぐらいはというけど、これ今で言うと、10万の 5% だったらそんな影響ないけど、これ、S のやつ持ってて10万で 20% だったら、2万だもんね。12万だもんね。それ10時間やったらね、2万の10だもんね。20万だもんね。で、2時間分だもんね。でかいっすよね、素直りで。これ、ただ、当たり前だけど、S1 個しか作れんよね。これだったら、あれだね、ジェム1回1000とかでも割いてやりたいんで、集めたいっすよね、これ。多分おそらくこれ、ずっとあれでしょう。今日私倒しちゃったらあかんすけど、このメガゴールドバーを倒していくと、溜まってくるんだろうね。バイッチャーのサボってかんというか、欠かしてかんというか、まあやるわな、絶対な。経験値とかあるんだし、ゴールドとかあるんだし。ただ問題なのがさ、これ、手に入るのはいいですが。で、一応、とりあえずね、会心用のところにつけとるんですよ。まあどれでもいいだろうね、これ。つけとくだけで。こんな感じでとりあえずつけとるんですよ。まあ一応黄色のところにしましたけど、性能的には別にあれだもんね、そんな何があるってわけじゃないから、もうほんとあれだね、ゴールドだけなので。ただこれ問題がさ、20% になったらさ、いや、今んとこ何、ここら辺のところのコンテンツって、昨日か、リリースしてて、とりあえずお金がまあばらまきみたいな状態ですが、多分みんな、普通にやってて100万、200万、ポン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 増えていってたと思うんですよ。私もそうなんですよ、これ。ポン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 増えていってたんですよ。おっしゃ、やっほい、なんか100万単位でゴン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 増えていくぜって思いますけど、これ、この後にさ、多分だと思うんですけど、どれだった？祠が確かこれ更新なんですよね。ちょっと待ってくださいね。次のシーズン27だけど、5月6日までないでしょう。次のシーズンが、更新が27だけど、開催が5月6でしょう。で、5月7から、だからこれ、5月6か。変わるってことだね。ガルーダはなくならないいいんだけど、で、これ、問題はメカバードババで行くのか、なんか新しいのが来て、来るのか、っていうのが、すごい気になるのが、まあ、これ、分かっとる人は分かっとると思うんですけど、あ、ごめん、やめとく、やめとく、すいません。ごめんなさい。モンスターズ館出すと、昨日も言ったら、あれだ、9章とか10章のあれがあるとかは、ボスがあるでやめとくわ。なんだか昨日か、その前だったか、確かどっかでいたと思うんですよ。モンスターズ館のとこに、祠の数じゃないけど、更新されてるのがあるんですよ。まあ、それが多分、祠で来ると思うんですよ。おそらくね。ゾンビの奴らなんですけど、そうやっていいでしょ。モンスターズ館を出さんとく、あ、ごめんなさい。出したとかで、あれ、見えちゃうとかもね、すいませんということで、それだと、更新されたらさっきのとこで、おそらく、石板いるよね、絶対、これ。いるよね、これ。どっかになかったかな ?5 月7かなんかね、6だったか7だったかね。確かあったはずなんですよ。そうそう、熟練度の上、これ。ここの真ん中のところにありますが、ちょうどここの、触って感が、この、あれ、アクセシビリティマーク、右に白丸と黒のやつありますが、これ。あ、落ちちゃった。それありますが。これのところの横にありますが、熟練度の上限はって。だから新シリーズの解放とともに、6日ですよね。木曜日ですね。
ゴールデンウィーク明けってことだよ。中日って言った方がいいか、一応。たぶんここでお金いるんだよね。たぶん今、その100万、200万増えて浮かれとったらあかんってことだよ。言いたいのは、要は 20% メガゴールドマンの心で上がってっても、それを何、今までの基準から 20% 上がって、ユーザー私たちが手に入ってくるのはいいけど、その 20% を持っとる前提の基準で、ほこらの石板の要は進化量っていうの、熟練度量っていうの、そこら辺のゴールドも比例してったら意味ないよなって言ってますよ、問題などは。それだけなんですよね。それが上がって、こっちだけ、ユーザーの方だけ増えていって、今までのような基準のほこらの石板の数、お金、だったらあれなんですけどね。昨日大体言いましたかね。昨日だったかレベル慣れの時言ったんですけど、職業の数が確か私間違いだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいよ。一職業あって、で、一、パーティー4人、で、1、2、3、4、5、6、7職業。ってことは28上げていかなあかん。あ、全員上げるとしたらね、前提として、熟練度が今度いくつまで来るかわからんすよ。まあ、8、9、2つぐらいが想像できますよね。今までのパターンだったらね。そこが仮に100万、200万かかって300万だとして、300万をこれ、1、2、3、7職業、2100万。それを4人全部上げるとしてね、仮説ですよ。そしたら約8000万もかかる。今までの計算ならザクッとしたね。ただその基準が、こうやってゴールドマンの心出てきたことによって 20% お金が増えます。ってすると、その上がってくる進化材料じゃないけど、お金のゴールドですよね。その増えてくると、それが1億とかになると、ね、あんま意味ないよなっていうことなんですよ。それだけが怖いところなんですよね。心としては非常に嬉しいんですよ、これ。5% でも別にも思う、これは、素直に。これこれこれ。これでも素直に思う。もうこれだけあるだけで十分。この点の心欲しかったですよ。あと、ドロップ率とかあってもいいですよね。5% とかで。そこら辺もあってもいいかな。どうかな。あ、でも今あれか、これ逆にドロップ増えたってあれか、真珠が増えるだけ、ポイントが増えるだけでお金ないで一緒か、ゴールドあった方がいいか。これをもう一個取りたいよな、なんかして。そしたらでもバランスがまた崩れてくるか。逆にあれか、これは一人一個じゃないけど、ジェムとかなんだろう、課金とかそういうパワーで集めんようにってことが、そっちの方がいいかな。バランス的には。かな。と、まあそんな感じで本日ので、メカゴールドは、ちょっと出しますよ、最後に。こんな感じで、とりあえず。なんとかあれだね、20% ですね。これがどれぐらいまで倒してったら、多分おそらくゴールデンウィーク間中ずーっとやってって集まるぐらいなんでしょうね。1週間ぐらい多分いるんじゃないかな。すぐには入らんだろうね。ただこれ前提にされると辛いとこもあるし、逆に低い方の賞を周回とかってやりにくいでしょうね。レアモンとか来た時にクエストをあんまり何、自分のレベルからかけ離れてしたとかに多分したくなくなっちゃうでしょ。お金があれだもんね。そんなにお金が余っとる人ないですけど、あんま今のなんか100万200万増えていく状況でも浮かれん方がいいかなと思いますね。どっちみちあのゴールドマンのね、あの頭にスライム乗ったやつ、あれがいなくなったら、またあれだもんね、今まで一緒だもんね、増え方変わらんすもんね。別にメガモン倒したからってオルゴ以外はゴールドが増えとるわけじゃないから、据え置きのオルゴ倒したがまだいいですわね。ただバフがないから強いっていうだけで。まあそんな感じでとりあえずはね、ちょっとね、レベル上げとか覚醒とかに、ね、時間割きたいからこんな感じで、ね、軽いコンテンツに逃げましたけど。ということで本日はメガゴールドマンの進化した S をこんな感じということで、とりあえずご紹介いたしましたということで、まあ、組み手は本当ね、どっかでやりたいと思ったんですよ。だから一回もわざと手つけてないですよ。お前本当は何遍もやってボコボコ負けしてクリアできんでやってねえんだろうって、まあ思われてもいいですけど、見ちゃっとるで感じで動画とかそこら、それは見ちゃうわね、そうだもんね。それは見ちゃうで、それはまあしょうがないとして、とりあえずどっかでそこら辺でやっていきますわということで、まあ、本日はそんな感じでゴールド稼ぎので、進化素材ではないですけど、心ということで、ゴールドマンの心のね、S をご紹介いたしましたということで、はい、ということで、そんな感じで、終わり。